バンダイテレビジャックスーパービジョン8000、国産家庭用ゲーム機最初期の CPU を搭載したゲーム機である。しかしその CPU 搭載により高価格化してしまい、一般ゲーマーが手を出せず商業的に大失敗することになる。今回は我らがバンダイの超先進的ゲーム機であったスーパービジョン8000を紹介していこう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バンダイは1977年から1979年にかけてテレビジャックシリーズと呼ばれる家庭用ゲーム機シリーズを展開していた。今回紹介するスーパービジョン8000は1979年テレビジャックシリーズ最終モデルとして登場したハードである。このスーパービジョン8000、最大の特徴は国産ゲーム機で初めてマイコンモジュールを搭載したところにある。 CPU に NEC 製 Z85 管 CPU D780C を搭載。この CPU は1980年代にセガ8ビットゲーム機シリーズやゲーグラでおなじみの ZX スペクトラムにも搭載されているものである。それら80年代に活躍したハードに乗っている CPU が79年にすでに搭載されていたのは特質ものである。さらにサウンドもこれまた80年代ハードによく積まれていた PSGAY38910 を搭載。ラムは 4KB、 ラム容量は少ないもののかなり時代を先取りしたハードとなった。しかし1970年代、まだマイコンモジュールの値段は高く、このスーパービジョン8000も本体価格が極端に跳ね上がった。当時の販売価格59,800円。こんな超高額商品は当然売れるわけもなく、商業的には大惨敗することになる。本来オプションでキーボードも発売され、 PC としても使えることを想定していたが、残念ながらキーボードは発売されなかった。もしパソコンとして出ていれば、もう少し生き延びられた可能性もあったかもしれない。ゲームグラフィック TV。 アーケードコントローラーファクトリー。
ではその他の部分を見ていこう。コントローラーであるが、後にバンダイから日本向けに発売されるインテリビジョンやアルカディアとほぼ同等のものが装備されている。時代背景を考えると、スーパービジョン8000を参考にインテリビジョンやアルカディアが採用した可能性もある。ソフトはロムカートリッジで供給、対応ソフトはわずかに6本、末期にはソフトを1本同封して販売したようである。この対応ソフトたちであるが、 CPU を使うことでより高度なゲームが楽しめるという本来の制作理論に反するようなつまらないゲームがほとんどであった。本体の値段とソフトのクオリティ、これらがスーパービジョン8000が売れなかった要因であるが、いつもなら我らがバンダイのせいだからで済ますところであるが、おそらくこの時点で任天堂やセガが作っても同じ運命をたどることになったであろう。1979年といえば、国内ではやっとパーソナルコンピューターが登場し始める時期である。長年コンピューターの研究開発に携わってきたメーカーならまだしも、玩具メーカーにはそのノウハウがほとんどなかったのである。 CPU を用いたゲームの開発は1980年代に入りようやく本格化していくのだ。値段に関しても59,800円はゲーム機としては高すぎるが、当時のコンピューターと考えればよくこの価格に抑えたものだと思うのだが、どうであろう。バンダイはこのハードを最後に自社開発をやめ、後に海外ハードを輸入するという方式に路線を変更。そのほとんどが大惨敗という結果を残す。あまりにも進みすぎたハードに手を焼いたが、近代コンピューターゲームの可能性を作ったという点では、このスーパービジョン8000は歴史に名を残しても良いハードであったと言えるのではないだろうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。